こんにちは。カスタマイズ時計作りの実績、日本一の南雲時計店、店長の南雲達也です。先日ですね、手巻きのギナーン、ギナンの手巻きですね、インスルメント91っていう手巻きの、まあ、見やすいモデルを、えー、サポーターさん限定で、まあ、特別販売させていただきました。で、こちらのモデルは、まあ、とても人気があって、えっ、ー、と、その期間になる前ですね、えっ、ー、と、 その前に完売になりまして、本当にありがとうございます。えっとですね、その時に、その時というかそのキャンペーンが終わった後に、いや、実はああいう時計が良かったんだけども、センター秒針が良かったとか、自動巻きが良かったというご意見がありまして、えっ、ー、と、開いた、いわゆるパイロットウォッチですね、見やすい、要は航空時計というタイプで、まあ、 やっぱりね、秒針がその9時位置にあるスモールセコンドではなくセンターセコンドがいいとか、やっぱり手巻きはね、面倒だよっていう方もいらっしゃると思うんです。だからそういった意見が来るのはもうある程度そうだよなっていうのは思っていまして、じゃあセンターセコンドで自動巻きのモデルあるんですよ。ですのでちょっと明日、あの、なんとかそちらの、まあ、 特売という言い方変ですけども、まあ少し買いやすくさせていただいて、サポーターさん限定ではなくちょっとオープンでご案内してみようかなと思っております。ということで明日三振時計ですね、自動巻き三振のパイロットウォッチ、こちらの方をまあなるべく買いやすくご紹介したいなと思っております。ということでえぜひ明日 えー、お楽しみに待ってていただければなと思います。ということで、えー、今日のお話終わらせていただきたいなと思います。よろしくお願いします。